役場の前を後にし下流方向へ。入ったのは放送橋すぐ上流の場所。こちらでヘチ際に点在する残り赤の石をピンポイントで探っていく。先ほどの朝市のポイントから、まあ、下流の方に来ました。でこれからちょっとトロッパですけど、まあ、赤がないところで残り赤の、まあ、向こう側の竹やぶの左岸側のヘチを少しやってみたいと思います。釣れるといいです。なかなかこういうポイントは泳がないと釣れないんで難しいんですけど、ピンポイントで行けるようにポイントまで、ああ下がるな。やっぱ先ほど漁協の方に聞いたら養殖からおとりに変えるのに結構苦労するみたいですね。なので釣れた魚でちょっと今おとりにしてやってますけど、魚がねなかなか見えないんですねこの川。まあこういうポイントやるのに一番気をつけるのはやっぱ入りすぎてもダメだし、どこに立つかっていうねところが、あれなんか弱いな。おとりがこう、おとりが思うように泳いでくれりゃいいんですけど、ちょっとこういろんなね下流行ったり上流行ったりすることもあるんで、自分も動きながら対応していきたいと思います。釣れろ、おお、かかったんじゃない、あれ違うか、なんかこうかかりが、お、かかったんだね。あ、やばいやばい、バレちゃうバレちゃう、頑張って釣れました。やっぱおとりにして新しい鮎をつけても動き、なんていうんですかね、泳ぎが大変そう。やっぱ体力がまだ、こういう時に釣りする時はやっぱりおとり大事にしなきゃいけないんで、あんまり乱暴に扱うとすぐ弱っちゃいますよね。だから結構難しい。こういう場所はある程度おとりに任して、上行ったら自分も上行ってあげて泳ぎやすいように。上行くと下行くのか、やっぱこの竿の角度がどっちかに入ってるかで全く違うんで、この動き方もあんまり焦んない方がいいんですよね。あ、動かそうかなって思った時は我慢して、もうちょっとそこで我慢するといきなり泳ぎ出したりするので。あ、釣れたよ。当たり弱いけど、綺麗な鮎だね。ほら、このさ、尻尾まで綺麗っていうのがいいよね。まあ、今2本釣れたから嬉しくて。いやー、よかったよ。やっぱ向こう側のヘチ行かないと反応がない。これ以上行くと結構深いですね。これ以上行くと。ちょっとこいつ元気ないね。思うように泳いでくれないですね。ちょっとおとりがこう弱くなって尻尾を振らなくなると、やっぱかかりが鈍くなる。ある程度やっぱ尻尾を振ってくんないとこうかかんないんで、こいつも釣ってすぐなんだけど、やっぱ弱いからかかってんだ。わかんねえ。あー、なんか団子見たくなってる。あー、やめて、バレないでよ。重てー。まあでも本当にこんだけちょっとね、出水の後なんで魚は白いくて痩せてますけど、やっぱり追い干しがね、まあ2個ぐらいあって、ヒレもマッキンキンっていう、やっぱこれね、うわーすごいなって
綺麗だなって初めて鮎を見る人でも思うと思うんですよね。やっぱこれが湖産の特徴なのかな。釣ってうわーって喜ぶ釣り人はやっぱりそういうのをやっぱり考えなきゃいけないですよね。あくまで放流する側も釣って楽しい、まあ一匹の質がいい方がいいとかね、まあ、それいろいろ釣り人によっていろいろ、ただ美味しいのを数少なくても釣りたいとか、綺麗な場所で釣りがしたいとか、まあこのわら川さんなんかはこういう自然の中で綺麗な水の中で綺麗な鮎が釣れるって最高なね、しかも食べても美味しい、そういう特徴をうちの漁協も少しもうちょっと考えてやっていく必要もありますね。かかれかかれかかれ、あ、これって釣れたんじゃない？あ、やっぱりねえ、釣れた。ちょっとちっちゃい、はい、ちょっとちっちゃいけど、よし、だいぶ釣りをしたから針を変えよう。針は同じやつ？同じです。ちょっと川が荒れてるのでシワリのスティングでこんなに針がダメになるのが早いので、ストレートにするともっと早いと思うので、ちょっと下行きましょうか。ああいうところも、ああいうところも良さそうだね。この肩はどうだろう。あの浅いところどうかな。今度は試しに背型の少し浅い場所を探ってみる。ちょっと試しね、こういう色のところも。このおとりがある程度取れたんで、まあ、ある程度いいおとりでこういう赤がなさそうな、ちょっとこう新赤がついてきた感じの黄色い石どうかな。しかしそのような場所では一向に反応が現れない。真っ白だもんな。やはりこの日この場所で反応が出るのはヘチギワの残り赤周り。かかってんでしょ、これかかってんだよね。あ、バレた。やっぱいるね、針新しくしたのが。難しいね、追ってないので。本当にかかりが浅く当たりにも出ない。こういうトロでやると余計なんですよね。流れが速いところだと流れでこう当たりが出るので、でその流れで針が自然と食い込んでくれるんですけど、こういうところってなかなか触れただけだと、おう、おっしゃ、目はかかったぞ。よいしょ、あ、その後もヘチギアの残り赤に狙いを絞り釣果を重ねていった井川。向こうのヘチだけを、理想的な泳ぎですね。あ、頑張れ頑張れ頑張れ、もう一個上がれ。あ、なんか変だな。おー、やっぱりね、やっぱり当たり前だけど残り赤だね。黒い石だね。ここで空に暗雲が立ち込めてきたこともあり一旦上がることに。じゃあちょっと1時間ぐらいやった、結構釣れました。釣果を見せていいと思います。
結構ね、ここはやっぱ残り垢のイツキがいたんで、ほら、いい鮎がね、これも大きいし、これもいい鮎だな、これも大きいね。まあ、2つ目のポイント、下流に来たんですけれども、やっぱり残り垢、黒い石結構います。あの本当にヘチギは残ってるところだとちゃんと追った大きい魚がいるんで、まあこれからまた上流行くんですけれども、そういう場所を少し見つけながら釣りしたいと思います。一雨過ぎた後、再び役場前にやってきた。午前中釣った場所の少し下流に釣れそうな残り垢を見出していた。よし、うっ、深っ。まあここも結構さっきから人が入ってたんで抜かれてるところはあると思いますけど、どうかな。もう黒い石しか狙わない。ここら辺でかかってくれると嬉しいんだけどな。反応がないね。ここへ入るか。左岸側の黒く見えるゾーンを順に刺していく。やっぱ結構抜かれてますよね。反応が鈍いね。そうして刺し直していくことおよそ10分。やっと釣れたよ。ちょっとちっちゃい。あ、そんなことない。よし。まあまあ、これでどうかな。追われたかな。戻れ。もう追われるね。嫌がるね。じっとしてなさい。おー。この場所でテンポを上げていく井川。おお、おお。おお、来たよ。オッケー。いい当たりした。しかしここで気になることが。なんか水増えない？水増えたよね。ねえ、ちょっと安全を考慮しここで撤収することに。見てください、この流れ。全然さっきと違う川に見えるでしょ。ちょうどあのヘチでまあ1時間ぐらい楽しんで結構いいのがかかったんですけど、それ取り込んで、あれ、こんなに水増えてたかなと思ったらいきなり増えてきて、これ皆さん気をつけてくださいね。本当に多分上で降ってると思うんですけど、ここは雨降ってないのに上流で降ってるとこんだけ増えるんですよね。まあ前兆としてはやっぱゴミが流れてきたりとかすると思うので、ぜひとも皆さん天候に気をつけて水位はちゃんと見ながら釣りをしてください。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。